はい、それではベヨネッタやっていきたいと思います。チャプター12、割れる空、スタート。ねえおじちゃん、そのメガネもういい？メガネしてないの可愛いですね。ジョーちゃん、その魔法のメガネ誰からもらったんだい？メガネなんかなくても悪いお化けはちゃんと見えるもん。お化け？バカな。それでベヨネッタは、つまりママは、あの悪いお化けたちとずっと戦ってるのかい？マミーは魔女よ。魔女は強くてみんなを守る人なんだよ。私も大きくなったら魔女になってマミを守ってあげるの。かわいい。みんなを守る。なんだそのポーズは。まあいい、子供と議論しても始まるね。頭がおかしくなるぜ。それは大変。うわあ、痛そう。あんたを見てると退屈しないわね、チェシャ。あれが次の狙いってわけ？はい、チビスケ。まさか泣いたりなんてしてないでしょうね。してない。よし。ベヨネッタ、お前は俺がどんなにつきまとってどんなに問い詰めても答えることはいつも同じ。チェシャ、その話ならあんたの誤解だの一点張り。まったく頑固なやつだぜ。俺の親父もジャーナリストだったんだ。少なくとも俺よりはずっと立派な類のな。親父はまるで何かに取り憑かれたかのように生涯をかけてある一つの事件を追っていた。まるでおとぎ話のような事件だ。闇の従者アンブラの魔女、光の従者ルーメンの賢者、そして両者が司る全能の力、世界の目。その光と闇の一族がある時を境に歴史から忽然と姿を消す。舞台となった場所はご存知の通り、そう、500年前のこのビグリッドさ。500年前。二つの一族は時の権力者に仕え、影ひなたとなって絶大なる力を振るっていた。彼らはそれぞれが世の趨勢を観測する目を持ち、その存在自体が歴史を作るとさえ言われた。だがその終焉の時は突然訪れた。きっかけは、両一族の男女が互いの掟に背いて愛し合い、一人の子供を設けたことだった。女は直ちに幽閉され、男も一族から追放された。そして禁断の子は魔女一族に引き取られ、不条の子として永遠に監視下に置かれることとなった。だがひとたび均衡を失った光と闇の一族は破滅へと突き進んでいく。世界の目を一つにし、歴史を自在に操るという欲望が彼らを狂わせたんだ。全能の力が両者の野心と欲望を刺激し、幾千もの争いを引き起こした。そして両者は一人残らず死に絶えたのさ。親父の仲間はおとぎ話だって笑っていたが、俺は親父を信じることができる。この目であの光景を見たんだからな。一族の因縁はまだ終わっていない。500年経った今でもな。親父は一体何を探っていたのか、そして親父はなぜ殺されたのか、その真実を俺はこの目で確かめるんだ。だからお前をどこまでも追い続けるぜ。どこまでも。この町を実行支配する複合企業イザベル社、ブラックマーケットででかい宝石を売ろうとしたのはその頭だ。普通のやり方じゃ顔も拝めないだろうから、こっちのやり方で会いに行くぜ。この俺が特別にチャーターしたあのジェットでな。
真似してる。かわいい。ねえ、マミーは探し物してるの？まあね。どうしてなくしたの？ちびすけ、あんたには何か大切なものはある？とても大切な宝物。これが私の宝物よ。これを誰から？マミーがくれたんでしょ、お誕生日に。宝物は絶対になくしちゃダメよ。いい？チビスケ、こうやって大切にね。巨大軍用輸送機バルキュリア内部。っていうか、なんだっけ、セレッサちゃんの宝物、あれなんかベオネッタが胸につけてるものとすごくよく似てますよね。ここはちょっとね、取り損ねることが多いので細かく見ていきたい。いやー、しかしあれですね、なんかまたおー、なんだなんで、なんかあれですよね、わー、ベオネッタのクライマックスのやつとか、なんか必殺技のコンボのやつとかじゃないのあれ。おー、ちょっと落ちた。マジ、何あれ、なんでそういうことになるの。なんかあるよ。あ、やった、ウィッチハートのかけら。これ今2つ目かな。わ、怖っ、どうしよう。あ、でなんかベオネッタの記憶もなんか若干蘇ったんでしょうか。おー、怖いよ。なんなんだよ、危ない、怖い。ここ、あ、壊せそう。あ、やった。あ、何これ、マフ、え、何これ。海の怪物セイレンが吹いたとされる笛、周囲の天使に大きなダメージを与える。マジで、やった。なんかね、どこだっけ、チャプター9とかかな、なんか壁を壊せるっていう風に教えていただいたじゃないですか。壁を壊し、うわー、怖い。壁を壊したところになんかいろいろとアイテムがあったりとかしてたので、ちょっとね、壁も見ていこうと思って、ちょっとね、今回隅々まで見ております。やばい、なんだ、3匹もいる。やめてくれ。あ、そうそう、あとね、コメント皆さんありがとうございました。
あの新しい武器なんですけど、足にねつけてみました。あ、トーチアタック使う予定じゃなかったんだけど使ってしまった。でなんかね長押しが強いみたいなんですよね。それをちょっとね使っ、あ、やっちゃった。それをちょっと使ってみたい。わー、あれきついわ。ここにいない方がいいのか。危ない危ない、あぶー、使っていきたいけどちょっと待ってちょっと待って、足だから、あ、間違えちゃった、使っちゃった、もったいない。お、なんだこれ、レッドホットショット。魔女を死の淵から救う奇跡の麻薬、力尽きた瞬間自動的に作用する。お、いいんじゃないこれ。一回やられてもうーわだからそれ何なの、なんでそういうことになるの。あ、びっくりした。一回やられても大丈夫なんだ、いいですね。で、あ、怖い、どうしよう、何をとしたか、あ、そうそう、今のやつ、今のやつ、これですね、強いの、バズーカ。これをね、ちょっと使っていきたい、できれば。ジャンプ、怖い、お、怖い、ジャンプ。壁壊せるとこあるかな。わあ、恐ろしや、うおお、どっち、こ、あ、これなんだ、お、魔力回復ね、なんかある、危ない、来い、なんだこれ、あ、あれじゃん、魔女の血類じゃん、取れそう取れそう、あ、取った、なんか久々に取った気がしますね。お、そしてそして、あ、やばい、よし、なんか久々にね手記も手に入れました。さあ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 、行きますぜ、行きますぜ。これ下落ちたらダメなやつかな、ダメなやつかな、あ、大丈夫だ。あ、うっそー、絶対来ると思ってたもんねこれはね、絶対ジャンプ来ると思ってもう待ち構えておりました。あ、落ちちゃった、そっか、連打しちゃったんだもうね、ジャンプ来ると思った、危ない、嘘、マジ、あ、結構減ってしまった、悲しい、ゲ、やばい、来た赤いの青いの来ちゃった、危ない、なんだっけ、バズーカ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 、あー危ない、バズーカ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 、これねこれね、あ、怖い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 、うっそやだ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 、危な危な、怖、どうしよう、わー、マジか、ここに来て青いの赤いの来ると思わなかったわ。来るなら金でしょ、白いの黒いのでしょ、あ、やば、あ、でもマジ、あ、危ない、ちょっと待ってちょっと待って、落ち着け落ち着け、いくら青いの赤いのが久々に出たからって、前回白いの黒いのやっつけたじゃないか、あれ前回だっけ、あ、前々回か、あ、やばい、あ、行き止まり行き止まりやばい、あ、トーチアタックする、トーチアタックした、お願い、よし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 、間に合った間に合った、あ、あとね、コメントありがとうございます。なんか手のひらでぐるぐるするとやりやすいっていう風に教えていただいたんで、ちょっと今手のひらでやってみました。確かにやりやすいかもしれない。あ、もうちょっともうちょっと、よし、いける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 んじゃないの、これいけるんじゃ、よっしゃー、あぶねえ、あぶねえ、バズーカバズーカ効いてる、あ、バズーカマジ強いっすね、お、あ、ち
超強い。なんだこれ、超楽勝だったじゃん。わあ、この新しい武器の長押しがめちゃくちゃ強い。あ、嘘。マジ？これは？ああ無理無理。危ね。何これ？あ、くるくる攻撃、くるくる攻撃。あ、くるくる攻撃。あ、じゃなかった。ドゥルガーを、あ、当たっちゃった。ドゥルガーを炎にするとくるくる攻撃できるんだ。へえ。いいね、くるくる攻撃。あー、くそ。なんか、ドゥルガじゃないや、青いの赤いのよりもこいつらの方が食らっちゃってる気がするけど大丈夫かこれ。なんか普通にこいつらは倒した方が良さそう。いけ。うわマジ強いわ、本当に強いわこれ。危な、いけ。バズーカ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 強い強い強い。よっしゃよし、天使の武器これ拾っていこう。いい感じでございます。あ、でもね結構食らっちゃったな、雑魚で嫌になっちゃうな。ここ壊せたりとかしないよね。あ、そっか、さっきやったじゃん。あれ、こっちは、あ、なんかガタガタいってる。あれ壊せそうじゃない。よし、なんか開きそうじゃないここ。お、開きましたが、なんかあるかな。あ、なんか、あ、敵いる敵いる。あれ、あ、いるいるいる。これ銃でいいんじゃないあ、オッケーオッケー。おお、いいね、回復。やった、回復した。でもこっちが正規ルートなんだとするならば、ちょっと待って、何か取り忘れがあるかもしれないから。こっち何もないよね。あ、なんかあるんじゃない、あれ、何あれ、違う、何もない。あ、あるじゃん、やっぱ。これ登れないの、どうやって登るのこれ。え、取れなくない、どうやって登るんだろう。あ、いけるかなこっちから。あ、いけそういけそう。あ、やっぱりあったよ、怪しいと思ったよ。これはどうやって行けばいいんだ。おー、来たー、よっしゃ。あ、嘘、マジでウィッチハートのかけらこんなに。やった、今回はね取りそびれることがないようにちょっと頑張って見ていきたい。これは壊せない。じゃあ今回復あるんだっけ。一応ね回復は結構あるみたいだけど、行こう。ヘイロを集めてどうするかって、宇宙旅行のチケット代に決まってるだろう。マスターロダンになって大活躍さ。で、何が入りようだ。あ、宇宙旅行がしたくてお金を貯めてるんだ。なるほどね。さあ、回復は大丈夫なので、あ、ウィッチハート変えますね。お、何個買えんだ。まだ買える。あ、ソールドアウトになってしまった。そしてお金がなくなってしまった。テクニックどうしようかな。なんか買いたいですよね。どうしようかな。これは買えないから、
あ、これを買えるのか。アフターバーナーキック、空中で突進しながら放り放つ蹴り技。あ、空中の蹴り技か。なんかどこでも使えるのがいいですね。魔力ゲージ使うのやだな。魔力ゲージを消費して召喚キック、どうしよう、ちょっと試してみよう。ZR を押したまま A。 あ、違う、ブレイクダンスじゃない。あ、なるほど。え、すげえ、すごいな今の。え、ちょっと待って、もう一回。おお、え、これいいんじゃない、これいいんじゃないの。あ、これいいね。なんか魔力使うけど、なんか強そうだから、強そうだし、ちょっと面白そうだから買っていこう。さあ、お金がないので行きますか。よし、じゃあ、あ、素材、じゃあおそらくこっちが正規ルートのようなので行ってみたいと思います。わー、風超強いんですけど、きついきつい。これはね、獣で行ったら危険なので。少しは勘を取り戻したか。あ、ジャンヌさん、お久しぶりです。どうした、浮かない顔だな。どこへ行ってもあんたにつきまとわれるからうんざりもするわ。悪いけど遊んであげてる暇はないの。これは随分と機嫌が悪いようだな。あの小さなお友達のことが心配か。これはまさかのジャンヌ戦ですか。すごいな。どこなの、言いなさい。おやおや、そんなにあの子供のことが大事なのか。マミーの責任は重大だな。何をバカなこと。あの子を放っておいたらうるさく説教する男がいるのよ。あんたみたいにしつこくつきまとってくる厄介な男がね。いつもならもう少し気の利いた軽口を叩くのにな。あんたこそどうなの。あの子は一体何者。私の勘違いじゃなければあんたにも何か関係があるんじゃないの。こんなガラクタがどうかしたのか。何を手間取っている。己の務めを忘れたか。合祭は目前だぞ。言われなくてもそんなことは百も承知だ。邪魔をするなと言っている。そっか、ジャンヌさん天使とつながってたんだっけ。さあどうする。大事なチビスケさんの危機だぞ。Yeah!
なんかその目だ。その目にもっと怒りを宿せ。より過酷な運命を乗り越えてこそ闇の左目の資格を得ることができるのだ。さあ来い、レオネッタ。またこの声か。なんかジャンヌさんがピエロに見えた。びっくりした。あ、やっぱりか。やっぱりか。うわ、どうしよう。なんだっけ。あ、そう。あ、どうしよう。つえー、あぶねえ。うつ。あ、すげえ強いじゃん、この天使の武器。重攻撃、長押し。A 長押し。どう？食らってる結構。わあ、天使の武器持ってきといてよかった。あー、嘘。なんで？ちょっとそりゃないぜ、ジャンヌさん。バイクはバイクはないっすわ。きついっすわ。どこに行った。あ、怖い。ここでバズーカを撃つべし。わ、来たー。どうしよう。うわきついっす、きついっす。どうしよう。あ、そうだ、新しい技買ったんだった。どうだっけ。これだ。あ、何度もやっちゃった。オッケー。どう？あ、ダメだ。また来るの？はい、避ける。来た。そっか、これ魔力使うんだよね。なんで。あー、もうバズーカー、やばい、危ねえ。バズーカ、つえー、バズーカ、寒い。バズーカいいね。あ、危ない。回避するぜ。危ない、痛い。こう、ジャンヌさん強すぎだわ。危ないっていうかね、あのバイクはね、ダメでしょそういうんじゃないんだよ。ジャンヌさん、これはさ、差しの、あ、やばい、待って、ちょ、死なない。カウンター、いいね。おお、やばい、消えない。いや、なんかさ、あのジャンヌさんすごいいろんな攻撃方法をしてくるじゃないですか。あれが多分、怖え。うわ、超食らった。うわ、何を使って、あ、危ねえ。いろんな攻撃方法をしてくるやつがテクニックとして変えるんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、多分そうですよね。なんか上から足でキックしてくるやつとか。うわー、嘘、そんなバカな。クライマックスじゃないか、あれは。強い。どうしよう。ダメだ、あのバズーカだけやってても勝てないわ。死なない。あの一応アンブラの魔女一族でしょ、同じ。まあね、そりゃね、あの、うわ、ジャンヌさんは正当な後継者ですからね。どんどん、バズーカ、おっしゃ、バズーカ。おお、バズーカめっちゃ強いじゃないか。
エッサちゃんはどこにいんだ。まだだ、あの程度では。あ、何、マジでか。どうしよっかな。回復まだ3つあるんだよね。どこ行けばいいの。あ、ここ壊せるかな。食らった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 。嘘でしょ嘘でしょ、やだ、マジで食らうんだ。っていうか、ジャンヌさん、あ、そういえばなんか世界の目とか言ってたじゃないですか。あれはきっとベオネッタが持ってるんでしょうね、おそらく。なんかそんな感じなんじゃないかなと。で、なんかそれを目覚めさせるためにジャンヌさんがなんか頑張ってるような感じですかね。なんか覚醒させるために。なんか床がどうしよう。でも時間なんですよね、結構いい時間なので、今回この辺にしようかな。バズーカいいねこれ。なんかすごい戦闘が楽に感じました、いつもより。オッケー。あ、でもね、教えていただいたコンボは絶対できないと思います。絶対難しい。これでしょ、なんか切り替えるんですよね、あの一番最後にキックするコンボ。それね、ちょっと多分できないと思います。多分テンパりすぎてもっとひどい戦闘になりそうなのでやめておきます。アドバイスありがとうございます。はい。でね、なんかちょっと気になったのがあったんですよ。セレッサちゃんとベオネッタなんですけど、まあ、なんかちょっとこうもしかしてって思ったことがあったんですけど、まあ、それはちょっときっと後々分かってくると思うので、まあ言わないでおこうかな。はい、というわけで、ジャヌさんやっぱり強かった、やっぱり強かった。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、次回もよろしくお願いします。軍用輸送機ヴァルキュリア、ビグリッドにはこの小さな都市には似つかわしくない大規模な空港が建設されている。爆音をとどろかせて離着陸を繰り返すのは旅客機ではなく、物々しい武装した巨大軍用輸送機ヴァルキュリアだ。ヴァルキュリアは飛行機というにはあまりにも桁外れな巨体を持っている。何度か取材で米軍の輸送機に搭乗したことがあるが、間近で見たその米軍機と遠目に見るヴァルキュリアを比べても、その差は歴然だと実感できる。例えるなら、まるでカラスとオオワシだ。あれほど大きなものが空を飛ぶとは実際にこの目で見た今も信じがたい。当然その積み荷も物騒なものであることにも疑いなく、重い巨体を横たえるように着陸するヴァルキュリアを見ると、重い不安が我が身にのしかかってくるようにさえ感じる。非常に厳重なセキュリティに守られたこの小さな自治区に、行政当局は一体何を運び込もうというのだろうか。ここビグリッドは、古来より下界との接触を絶って、独特の文化形態を育んできた町だ。その影響だろうか。ヴァルキュリアも他に類を見ない奇抜なデザインで設計されている。一見すると宗教的影響を色濃く受けたとも取れる姿だが、あるいはそれが我々の常識とは全く異なるテクノロジーから生まれた理にかなった形なのだとしたら、その巨体が空に浮かぶのもうなずけるが、戦略防衛ビル、ギャラルホルン。人工島イスラデルソルを中心に、ビグリッドは通常では考えられないほど軍事力を拡大していることに私は脅威を禁じ得ない。
表向きには公表されていないが、私が知り得た情報が本当ならば、その軍事支出の規模は大国のそれに比肩するほどだ。その上、一般企業ビルや重要な行政庁舎などに混じって航空脅威に対するという名目の戦略防衛ビル、ギャラルホルンが防空用の対空ミサイルを備えて島の四方に配置されるという物々しさだ。この小規模都市がそこまで過剰に警戒を固める理由は一体何なのだろうか。軍備拡大の資金及び軍事兵器の調達には米国が絡んでいるという情報もある。島の中心に位置するイザベルグループ本部では新世代エネルギーの研究が進んでいるとも言われ、その技術提供を受ける見返りに軍事力の供給を受けているというのは考えられなくもない話だ。実際ここビグリッドの空港で巨大な軍用輸送機が頻繁に離着陸するのを目にするが、その行き先が我が母国だとは考えたくない。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ、携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。